パウロ・アンドレことパウロ・アンドレ・クレン・ベニーにはブラジルの元サッカー選手。ポジションは DF。サンパウロ FC の下部組織に在籍したが、スタッフに良い印象を残すことができず、昇格できなかった。その後セントロス・スポルティー・ボ・アラゴアーノの下部組織に在籍し、2002年にはレンジャーズ FC のトライアルに参加した。その後、グアラニ FC の下部組織に在籍し、 トップチームに昇格。定位置を確保したものの、プロ1年目にして、降格を味わった。しかしアトレチコパラナエンセが彼を獲得したことによって、彼は2年目の2005年もカンピオナーとブラジレイロ、セリエ A でプレーすることができることとなった。ここでもレギュラーを確保すると、コパスダアメリカーナ2006の出場権確保に貢献した。この活躍から2006年6月、 リーグアンのルマン UC72 に4年半契約で移籍。8月19日のバランシェンヌ FC 戦でフランスデビューを果たしたが、わずか5試合で右足の膝靭帯を負傷、3回の手術を要し、2007から08シーズンまでを棒に振った。2008から09シーズンに復帰し再びレギュラーとなった。2009年8月4日に1シーズンの 期限付き遺跡で SC コリンチャンスパウリスタに遺跡した。翌シーズンに完全遺跡で加入。レギュラーとしてカンピオナートブラジレーロセリエ A 制覇に貢献した。翌年のコパリベルタドーレス2012を制したことによって FIFA クラブワールドカップ2012にも出場し、同大会も制した。2014年2月12日に上海緑地新海への遺跡が発表された。 2015年2月10日にクルゼーロー EC に加入。2016年にコリンチャンスパウリスタに期限付き移籍。翌年完全移籍をした。2019年6月に選手を引退した。ありがとうございます。